やらない後悔よりやって後悔。留学に行くことを悩んだ2年前の私にこの言葉を贈ります。私には夢がありました。叶うはずないと心にしまった演劇という夢が。特別な才能も経験もない。それでも幼い頃から憧れ続けた世界でした。就職活動を前にやっぱり演劇がしたいと、私はイギリス最高峰の演劇学科へ1年間の留学を決断します。でも怖かった。挫折するのも友達と離れるのも、名古屋から大阪も一人で行けない私が海外に行くことも、出発まで消えなかった不安。そんな私の背中を押したのは留学を決めたあの日の思いでした。やらない後悔よりやって後悔。そんな思いを持って私はイギリス1年演劇学科に乗り込んだのでした。イギリスでの演劇生活、それは興味のど真ん中を突き抜くようなワクワクの止まらない日々でした。例えばシェイクスピアのハムレットをリメイクするこの授業、演技演出音響照明まで全て自分たちの手で作り上げた舞台は一生の宝物です。でも学科唯一の留学生だった私、順風満帆ではありませんでした。英語がわからないのも演劇経験がないのも私だけ。一人授業についていけない劣等感でいっぱいになって、人生初の挫折を経験しました。でもやるしかない。だって私は夢を追いかけに来たんだから。それから周りに追いつくため、予習は1教科10時間を超え、残りの時間は演劇作品を見たり英単語帳を引っ張り出して寝落ちるまで唱え続けた。あんなに自分のために本気になったのは初めてでした。まさしくぬるま湯に浸かった自分が変わった瞬間でした。でもそんな簡単に活躍できる世界でもないから、悔しくて毎晩のように泣いて、帰る直前でもまだ悔しくて、そのくらい大変だったけど、あの時のやりたいことをがむしゃらに追いかけた日々は今でも私を勇気づけてくれます。自分が変わったことといえばもう一つ、この留学中必死になって世界を知ろうとしていました。きっかけは、私の留学した町が国内有数の犯罪都市で、友達からあんなとこ絶対に行きたくないと言われたことでした。確かに治安がいいとは言えないけど、心優しい人にもたくさん出会ったから、あの街を悪く言われるとすごく悔しかった。そして私はふと思ったんです。私は世界に偏見を持ってないかな、大丈夫かなと。そして世界のリアルを自分の目で見つめるため、私は文字通りヨーロッパ全各国を巡る決断をしました。でもちょっと前までは一人で大阪も行けなかった私です。もちろんすごく怖かった。でもどうしても自分の目で見た世界をもとに物事を語れる大人になりたくて、現地の言葉、バスの乗り方、事件犯罪、調べられるものは全て調べて、怖くても一歩踏み出す勇気を持ちました。そして英語も通じない国を一人で渡り歩きながら、ローカルバスで国を越え、気づけば57カ国を旅していました。途中何度も心が折れそうになった時、私を支えてくれたのはやっぱり挑戦を決めたあの日の思いでした。そんな思いを込めた旅の中で、逆境を周りの環境のせいにせず自分の力で越えていこうとする人にたくさん出会い、私にも大きな目標ができました。私がやりたいことは私の力で叶えてみせる。私の武器は発信力だと思うから、この発信力でたくさんの人をつなげて、たくさんの人を笑顔にしたい。その一歩は大学から。帰国後、留学生と日本人をつなぐイベントを企画したり、留学でつながるコミュニティを作ったり、そんな風に誰かが笑顔になってくれるかもしれないアイデアを考えて発信していくことを始めました。留学中に負けないくらい生き生きと輝く私になるため、なぜ怖がりだった自分にこんなことができたのか、すべてはやらない後悔よりやって後悔と留学を決断したあの日始まりました。最後は演劇を学んだものらしく、ハムレットは生きるべきか死ぬべきかと問いかけました。私は皆さんにこう問いかけます。やるかやらないか、それはあなた次第だと。ありがとうございました。